今回はですね、子供が歌うわらべ歌、そして子供の遊びに隠されたもの、そういったお話を紹介させていただきたいと思いますね。昔から言いますよね、わらべ歌や子供の遊び、ここには実は怖い意味が隠されているんだよっていう話。 ま、有名なところでいくと、あの、カゴメカゴメという歌、こ有名ですよね。もう、都市伝説ファンからすると定番中の定番という感じなんですけども、実はね、あの歌詞というのは、徳川埋蔵金のありかを表しているんだよとか、カゴの目がね、カゴメメカゴメ二つあることで、ダビデの星を表して、これはユダヤが関係してるんだとかね。まあ、そんな話があったりもしますけども、やはりあの歌、改めて聞いてみると、まあ、非常に気味が悪い歌ですよね。 メロディーもそうなんですが、やっぱり歌詞がね、ちょっと意味がわからないんですよ。あれ細かく聞いていくとね、あの歌詞ってすべて逆のことを言ってるんですよね。どういうことか。カゴメ、カゴメ、カゴの中の鳥はいついつ出やるカゴの中の鳥は外に出られない。出ることはできない。 夜明けの晩。夜明けと晩は意味が逆。鶴と亀が滑った。鶴と亀は縁起がいい言葉。でも滑ったは縁起が悪い言葉。後ろの正面だあれ、後ろは正面ではない。まあ、ずっと逆のことを言ってるんですよね。これある説によりますと、連続してね、逆のことを言い続ける。これって逆さ言葉というもので、 呪術的な意味があると。これによって良くない呪いがかかってしまうという説があるそうなんですね。まあ、こういったね、歌や遊び、やはりそういったものが隠されているんでしょうかね。あの、まあよく言うのが、こういったものに隠された歴史の真実を潜ませているんだとか、あとは地域地域の古い噂、言い伝えをここに潜ませているんだという話がありますよね。 でもやっぱり疑問じゃないですか。なんでそんな大事なものを子供の遊びや歌なんかに潜ませるんだっていう。これね、二つの理由があると言われてるんですって。一つというのが、やはり、広まりやすい、広がっていきやすいということ。まあ、子供たちがね、まあ遊んでいる、言っていることって、まあ大人たちもチェックしないですよね。 で、子供たちにこういう話を広めると、それがどん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 広がっていく。爆発的に広がっていく。だからね、こういった噂とかを広めたいときっていうのは、子供たちに広める。これ非常に理にかなっているそうなんですね。そして二つ目。子供って、純粋無垢な存在。とてつもないパワー、エネルギーを秘めてるって言いますよね。そんな子供たちにこういった言葉を言わせることで、言霊として、 とてつもなく力を発揮しやすくなるっていう。なんかわかる気はしますけどもね。だからこういうふうに子供たちに広めているんだよという説があるそうなんです。もしかすると、子供たちはそういった組織などに利用されて知らず知らずのうちに呪いの言葉、言霊を発してしまっているんでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第ですというような話ですよね。都市伝説的な話。 まあね、でも、実際にですね、ある有名な遊びにも呪いが込められているという話があるんです。それが、皆さん誰もが、えー、子供の頃、やったことがあると思います。だるまさんが転んだという遊びなんです。鬼がね、だるまさんが転んだ、振り向いた時、動いてしまうと捕まってしまう有名な遊びですよね。あの遊びにもね、えー、呪いが込められているという、どういうことか。 あの文言、だるまさんが転んだって言いますけども、これ実はね、地域によって言い,いなって変わってくるらしいんですね。もちろん一番メジャーなのが、だるまさんが転んだという文言なんですが、これね、日本でも西の方に行くと、坊さんがへをこいたっていう地域があるそうなんです。坊さんがへをこいたっていう。なんか嘘みたいな話ですけどもね、実際にこういうふうに言う地域がある。でさらに西の方に行くと、まあこれ表現は良くないんですけども、 インド人はクロンボって。実際にこういうふうに言う地域があるんですね。地域によって変わってくる。ダルマさんが転んだ、ボーさんがへをこいた、インド人はクロンボあ、そうかと思うんですけどもね。実はね、この三つの言葉って、ある共通点があるんですよね。何か、神の句、ボーさん、ね。まあ、ダルマさん、ボウさん、インド人という三つの言葉。 これどれもね、あるものに非常に深い関わりがある言葉なんですよね。何か。これ仏教なんですよ。仏教。ダルマさんというのは元はダルマ大使というね、インドで生まれて中国に渡って仏教を広めた有名な構想、まあの名前。そしてね、まあ、坊さんというとお寺でお経をあげる非常に仏教に関わりがある人たち。そしてインド人。仏教の発祥はインドと言われています。 神の句はね、どれもね、仏教に非常に関わりがあるという。で、もう一つ共通点あるんですよ。どれもね、神の句のことを下の句が少し悪く言ってるんですよね。だるまさんが転ぶとか、坊さんがへをこくとか、インド人はクロンボ、みたいな。悪く言ってるんですよね。で、これというのが、仏教のことを疎ましく思っていた存在が、仏教の衰退を願い、 子供たちにこういった言葉を言わせていたんではないか。そして広めたんではないかという都市伝説があるんです。まあこれもあくまでも都市伝説ですよね。ただね、これ本当に都市伝説、ただの噂なの,のかなということを今僕思ってるんですけども、実はね、子供の言葉ってやっぱり何か力を発揮してしまうんじゃないかっていう経験。 僕ね、子供の頃にしてるんですよ。これ僕がね、幼稚園の時の話なんですけども、その幼稚園にね、A 君っていうね、すごく人気者の明るい男の子がいたんですね。だから表金でね、いつもみんなを笑わしていた。いつもね、えー、和の中心にいるという存在だったんですよ。で、ある3月の頃ですね、春の時期に幼稚園でね、みんなで先生からある歌を教わったんです。まあ、それというのが、 3月の3日、そういう季節ですからね。あのひな祭りの歌を教わったんですよ。明かりをつけましょう、うぼんぼりに。お花をあげましょう、う桃の花。五人林の笛太鼓。今日は楽しいひな祭り。楽しい歌ですよね。みんなが教わって歌ってた。ただ、A 君ね。 やっぱりこう表記者なんで、すぐね、この替え歌を歌い出してみんなを笑わせたんですね。ただまあね、替え歌といっても子供ですから、もう安易にね、もう全部こう逆にするっていうものだったんです。どういうことか。明かりをつけたら消えちゃった。お花をあげたら枯れちゃった。<laughs> めちゃくちゃ単純ですよね。ただ僕ら子供ですから、もうゲラゲラそれで笑ってたんですよ。ただこっからちょっと怖いんですね。 五人林は死んじゃった。今日は悲しいお葬式。いや、急に怖っ急ハンドル切ったなこの歌、なんて思ったんですけど。ただ子供の頃って、なんかそういう死ぬとかそういうのもなんか面白いですよね。まあみんなゲラ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 笑ってたんですね。A 君ね、気を良くしちゃったんですよ。このちょっと後にね、幼稚園でお遊戯会があったんです。父兄の皆さん。 先生の前で子供たちが劇とかね、まあ、踊りを披露するっていう和やかな回ですよね。その回もね、終盤に差し掛かった頃、A 君が急に、バーっと前のステージの方に上がってったんですね。急にですよ。で、マイクの前で、僕、歌歌いますって言って、例のあの歌を歌い出しちゃったんです。明かりをつけたら消えちゃった。お花をあげたら枯れちゃった。 五人林も死んじゃった。今日は悲しいお葬式。子供たちはね、いつも聴いてる歌。ね、ゲラゲラ笑ってるんですよ。ただ、周りにいる大人たちっていうのはもうこれ苦笑いですよね。もうめちゃくちゃ変な空気になったんですよ。なんだあの歌誰だあの子みたいなね。まあ、案の定ね、この回が終わった後、A 君先生たちからこっぴどく叱られたんですね。A 君、ダメでしょあんな歌歌っちゃう。何あの歌 ダメよで、やっぱり子供の相手なんでね、少し怖がらせようと思ってか。A 君死ぬなんて言っちゃダメなんだよそんなこと言うと、本当にそうなっちゃうんだよダメなんだよ、まあ、結構きつく叱られたんですね。まあそういうこともあってか、A 君、そして僕らはですね、二度とこの替え歌、歌うことはなくなったんです。まあやはりね、いつも優しい先生に珍しく叱られたっていうことがショックだったこと。もあるんですけども、 実はもう一つ、この日の夜にですね、まあ、実際の話、A 君のお父様が交通事故で亡くなってしまったんです。まあまりにもですね、悲しい偶然の、えー、事故だったんですけども、タイミング的にね。ただ僕ら子供ながらに、あ、あの歌を歌うと大切な人が死んでしまうんだ。何か強く心に刻まれて、 もうあの歌を歌うのはやめようって思ったんです、ね、ただね、まあ、この話、うんまあ、悲しい話ですけども、まあ、ただの偶然だっていうふうに思う方多いと思うんです。もう続きがあるんですよね。これつい最近の話なんですけども。 最近ね、僕はあの、階段ライブがあるということで、いろんな方に会ったら、怖い話を聞いたり、あとは自分の話を聞いてもらったりってしてたんですけども、あの、50代のね、男性スタッフの方、まあ、ずっとね、お世話になってる方なんですけども、この方にね、いや聞いてくださいよ。子供の歌ってね、子供の言葉ってやっぱね、力発揮するのかもしれないって話なんですけども、幼稚園の時にこんな話があったんですよね、っていうふに聞いてもらったら、その、まあ、男性のスタッフの方、うんうん、うんうんって聞いた後にね、 島田くん、実はね、いや僕も似たような話あるんだよねって言うんですよ。え似たような話って何ですかいや、今からもう15年ぐらい前なんだけど、この方ですね、3人家族、奥さんと男の子、まあ、息子さんという3人家族なんですが、今ね、この息子さんは大学生なんです。20歳ぐらい。15年前って言うと、まさにこの息子さんが幼稚園の頃の話だったんですね。どんな話なんですか その日ね、俺のお袋がなくなっちゃって、お葬式の日だったんだよね。で朝から準備にね、追われて、いろんな方とご挨拶をして、夜になって、やっと近親者だけで、ほっとできた時間があったんだよ。ああ、まあでも無事にね、お葬式でね、ちゃんとお見送りができたね、なんて話をして、みんなでご飯を食べたり、お酒を飲んだりっていう時にですね、まあその方が、 ふとね、部屋の隅の方に目をやると、当時幼稚園だった息子さんがね、一人でなんか壁の方に向かって、キャッキャキャッキャ遊んでるんですって。で、思ったんですね。ああ、あいつも今日一日、偉かったな。いい子だったな。うん。落ち着いたらどっかね、連れてってあげようかな。なんてこう、何気なく見てたんですって。ただね、その子が、なんか歌を歌い出すんですって、一人で。 その歌というのが、あの、お馬さんの歌。有名ですよね。お馬の親子は仲良し,子よし、子良しい。つでも一緒にぽっくりぽっくり歩くっていうね、可愛らしい歌。だからそれを歌ってるらしいんですよ。しかもね、やっぱ子供なんでずっとループしてね、ずっとずっと歌ってるんですってで。正直ね、自分の母親が亡くなったという悲しい、まあそんな日だったんですけど、息子がね、可愛らしく歌を歌ってる。 それをね、眺めていると、微笑ましくって、ちょっと気持ち的にね、なんか癒されてたんですああ、かわいいなあ。ってお酒を飲みながら、遠くの方でね、その歌声を聞いてる。とね、んって気づくんですよね。んなんか所々歌詞が違くないかなんか変なこと言ってないかよーく耳を澄ましたんですね。そうすると、 お馬の親子は仲たよく殺し。えいつでも一緒に。の後なんです。ぽっくりぽっくり死ぬよえ。えぽっくりぽっくり死ぬよ<え>。 ほっくりぽっくりしぬよって歌ってます。その瞬間、ゾワ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 したわけですよね。自分のね、母親が亡くなったというお葬式、その時に、お馬の親子は仲良く暮らし、ほっくりぽっくりしぬよそんな歌を歌ってるんです。ええと思って、ちょ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 え、な、な、なにその歌なにその歌歌詞違うでしょただね、男の子不思議そうな顔して言うんです。 えこの歌ね、この前幼稚園でね、みんなで教わったんだ。みんなでね、幼稚園で教わったの。もうね、可愛いと思ってた子が、そんな怖い歌詞歌ってた。想像したらやっぱすごく怖いですよね。鳥肌がズワーって立ちながら。え、何それって、ちょっとこう、イラっとくるわけです幼稚園で何、そんな歌を教えてんのかってえ幼稚園で教わったの何それ先生がその後歌教えたの 聞くんですよ、ね。そうすると、ああ、違う違う。この後ね、あの、この歌ね、みんなでね、B 君っていう子に教わったのんみんなでね、B 君っていう子にこの歌を教わったのえなんだよ、その B 君っていう子。どんな歌を教えてんだよ。もう思うんですけどもね、まあ。とりあえず注意しなきゃと思って。だめだよ。ね。もうそんなね、死ぬとか言っちゃダメだよ。だめだよ、本当にそんな歌歌っちゃう。まあ、注意したんですね。 でもね、もう、バクバク心臓がいって、もうなんかその怖い気持ちが収まらないんです。で、すぐね、奥さんのところに行って、いや、ちょっと聞いてよ。今あいつさ、こんな歌歌ってたんだよ。えぇ、ー、何その歌怖いだろうびっくりしちゃってさ。で、聞いたらなんかね、B 君っていう子に教わったって言うんだけど、どんな子なのもう大丈夫なの聞いたら奥さんが、んって機嫌そうな顔してるんですよね。B 君っていうお友達の名前は聞いたことないな。 そうなんです。もうお気づきの方はいるかもしれませんけど、これ調べたらね、幼稚園に B 君っていう名前の友達いないんですって。いや、島田君、そこにいないはずの子からね、こんな歌を教わったって。しかも自分のお袋のさ、お葬式で子供が歌ってたから、これすげえ怖かったんだよね。まあ、こんな話聞いたんですね。でもこの時ちょっと思ったんです、直感的に。 え ?B 君っていう存在ってもしかして大人たちには見えてない。でも僕らが知らないところで子供たちに呪いの歌を広めている死神のような存在がいるんじゃないかなって思って。僕ゾワゾワゾワって怖くなったんですよ。で、この後ね、またそのスタッフさんが言ったこと、それは僕はね一番怖かったんですけど、まあそのしばらくした後に、 このスタッフさんは幼稚園に行く用事があって、で、あのー、まあ、園長先生とね、雑談する機会があったんですで、その時にね、ああ、そうだ、そういえばね、以前なんですけど、うちの息子がね、まあ、B 君って名前の子ね、ここにいないはずの子にね、こんな歌を教わったって言って、でね、まあ、すごく怖かったんですよなんて何気なく話したら、園長先生が言うんですえ、その話って誰かから聞いた話ですかえ、聞いたえ、聞いた 誰かから聞いた話ですかそれ。聞いてはないですよだって。え実際にこういう話があったっていう事実を伝えてるだけですけど。えちょっと顔色悪いんですって。びっくりしたのがここの後です。園長先生が言うには、いや、実は、全く同じ相談を、不景の方からされたことあるんです。今から2、3年前。さらにもう2、3年前。 実は今回こういう風うに同じように言われたこと、これ3回目なんですよ。これちょっと怖くないですか,かね年をね、違う、ま,あ、またいでとか全然違う年で、同じような歌を、その幼稚園では教えられたっていう、うまいことを言う不景の方が、3人目だった。 もしかすると、本当にそういった死神がいるのかもしれないなというふうに思ってしまいました。もっと言うと、今日もどこかで、今、僕ら大人たちには見えない死神が子供たちに呪いの歌を広めているのかもしれませんよね。 We'll be right <laughs> back.